聡明、号砲が鳴ってスタートしました。まずは飛び出して5番の小林、内側では3番の浦部、6番中西も上がります。井出口もしっかりと好位置を取って最後の踏み込み見せたいところです。残り2周を切ったところで上昇1番の加瀬、さらには7番田中も上がります。前で6番中西を抑えに来る1番加瀬、一気に踏み込んでジャンから先行体制。加瀬の逃げ、引いて2番手入った7番田中、5番の小林が3番手、先行勝負は加瀬かな子。加瀬の逃げに乗る形で地元の田中舞、そして5番の小林理子、3番の浦部が外、6番の中西が4番手から、さあまくり発進、5番の小林が3番手からまくっていく、突っ張る1番の加瀬ですが、3コーナーでまくり捉えた5番の小林、その動きに乗っては6番の中西で直線コース、まくり決めた小林、小林がまくりを決めて6番中西、外は4番井出口。そして中村ゆかりもここは思い切った攻めを打ってくるか。第2レース予選1走目のスタートです。踏み込んでいくのは6番の伊藤のぞみ、さらには2番の川田ひな、折り2周を通過。まずは3番中村が外に持ち出しました。前では6番の伊藤、2番手7番中川、ゆっくり上昇3番中村、地元の石井は後方から伊藤が逃がされる形、打ちすくって2番の川田、さらには7番の中川、石井貴子は後方で足をため、ホームに帰ったところで一気に踏み込んだ石井、ダッシュよく踏み込んで、その動きに白井美佐子が必死の追撃、4番石井叩き切って追走、5番の白井、そして7番の中川、その行為少し車間が空いて3番の中村踏み込んでくる、先行逃げる4番の石井、5番の白井が迫ってきての直線コース、4番石井、石井が粘りを見せて外は7番の中川。号砲が鳴ってスタートしました。3番の佐藤が上昇し、2番の大和が上がります。さらには1番の小玉、残り2周を切って6番とめも踏み込んでいき、とめも狙うとなれば小玉の後ろか、現在小玉の後ろで6番とめが外、内側5番の高橋、小玉の仕掛けを見ながら、前では3番の佐藤、2番の大和、小玉が3番手、一旦6番とめが追走し、1番小玉の仕掛けに乗っていくのは6番とめ、前で突っ張り3番の佐藤もその2番手に入りに来るが、1番小玉の仕掛けに追走するは6番とめも少し前と車間が空いたが、1番小玉、6番とめ、そして5番の高橋、さらに3番の佐藤、小玉は後ろを引き離し、迫ってくる6番とめ、5番高橋、さらに3番佐藤と2、3着争い、小玉は後ろをちぎりました。そして6番とめ、5番の高橋です。8番の小笹を抑えに来ます。抵抗を見せる小笹ですが、抑え込んで角田、すかさず巻き返してきた9番鈴木、鈴木が叩いて主導権つかみ、今度は北日本勢も後方から上がっていく、木村が先行にこだわりを見せるか、一気に踏み込んできた北日本勢、3番木村、4番河津と叩いて先行に立ち、9番鈴木は引いて3番手、1番の門田が中段で、8番小笹は後方に置かれている、先行勝負は3番の木村、逃げる木村マークは4番河津、北日本勢主導権も9番鈴木が3番手からまくりを狙う、関東勢3番手から発進、2コーナーから踏み込んでくるが、番手4番河津が牽制を見せ、2番の神山内に潜り込んだ、逃げる3番木村もまだまだ粘って、空いた6番の宮内が突っ込んで直線コースに持っていく、粘る木村、中を伸びてきたのは7番の柳詰、外は6番の宮内。すかさず5番の小原も外に持ち出して、北日本両者が上がっていき、ここは小原が主導権を取るか、先行体制5番の小原、マークは2番の斉藤で、
北勢が先手を取り、3番の窓場、7番の伊原と近畿勢が中段。地元両者は5番手回り、後方から1番の池田が巻き返してくる。ジャンから巻き返しを打つ関東勢、一気に池田が逃げる小原を叩いて先頭に立った。先行取り返して1番の池田にマーク、9番の古川、引けずに小原が打ち粘ってくるが中段を取れるか。1番の池田の先行策、番手9番の古川、3番手で5番の小原、6番の志村をさばいていき、その混戦を3番の窓場がまくりを狙ってくるが、逃げる1番の池田、マークは9番の古川、まくってきたのは7番の伊原。伊原が自らまくりを打って9番の古川の牽制、内潜り込んで5番の原直線コース、逃げる池田、外から届いたか7番の伊原。島津が先行を狙ってくるか。ライン3者を生かした戦いを見せたいのは9番の島津、抑えて先行体制。しかし3番の岡崎もインコースや抵抗を見せて主導権争い、抑え込んだ南関東勢。9番の島津の先行にマークは2番の武井、その動きを1番の庄司が思い切って踏み込んで先行に出るか。庄司、庄司が南関東を叩きました。逃げる庄司にマークを8番の泉、宮城コンビが先行策で3番手立て直したい9番の島津、続く2番の武井、6番の高橋。先行は1番庄司、逃げる庄司、番手マーク8番の泉、宮城両者の後ろから9番の島津、2番武井と南関東3番手からまくりを狙うが、軽快に逃げる1番の庄司、庄司が粘り、番手8番の泉、外まくっていく3番の岡崎、9番の島津もまくりを放つが逃げる庄司粘れるか。しかしまくってきた9番の島津。抑えに来る9番の小川、加賀山は引いて一旦中段を取りに行き、先行体制9番の小川、マークは3番の佐々木、四国勢が先手で4番手もつれます。しかし2番の横関がそれを嫌って踏み込んで内潜り込んだ7番の加賀山、叩いて先行2番の横関、9番の小川が引いて中段。地元勢は後方から先行体制2番の横関、横関が積極先行を見せていき、4番武田、6番の松山、中段から9番の小川、そして3番の佐々木、7番手からようやく巻き返す加賀山ですが、ここは苦しい展開。軽快に逃げるは2番の横関、横関の先行、近藤が内をさばいていった。2番の横関の逃げ、中段からは9番の小川、1番近藤は内チャンスを待って直線コース、2番の横関、横関粘り、その行為から4番武田、内伸びてくる近藤。外に持ち出した関東勢、古谷が持ち味の積極策を見せていく。抑えて古谷の先行体制、3番の尾崎、4番山崎と関東3名抜け出して、中段を取った2番の松坂、5番の森川、後方7番手、先行体制8番の古谷、関東勢が主導権掴んでいく。後ろの巻き返しを警戒し、5番の森川の仕掛けを見て8番古谷がペースを上げました。先行ペースを上げる8番の古谷、5番の森川上がっていき、現在2番手の外、古谷と森川で主導権争いは5番の森川が関東勢を叩き切った。すかさず巻き返すのは2番の松田が外に持ち出すが、煽りを食らって南関東勢苦しい展開。5番の森川、1番の宮越、そして8番古谷、逃げる森川、番手1番の宮越、中部勢に3番の崎、外から先頭5番の森川、逃げる森川、森川粘って1番宮越、外は7番海老根。小酒の上がりを見て福永が突っ張ったんですが、結局は下がりました。今度は3番の村上が巻き返し、さらには5番の小原も外踏み込んで叩きに行き、1番の福永は後方に置かれました。先行体制5番の小原、近畿勢は7番手からどの位置から巻き返すのか。主導権を取っていくのは5番の小原、しかしジャンを聞いて巻き返してきた福永、
福永と小原の先行争いとなるが、小原が突っ張ります。逃げる小原を叩けるか近畿勢。1番の福永、5番の小原がインコース突っ張ってもがき合いとなっていく。突っ張る5番の小原、叩きに来た1番の福永、両者のもがき合いは5番の小原が突っ張ってその混戦を外まくってくるか。1番の福永強引に叩いて5番の小原もまだ粘り、さらには9番の前田、近畿勢の動きに5番の小原抵抗を見せて直線コース。まくった福永、福永まくり外伸びた7番中川。先行体制8番の鈴木、3番の不破が中段に入り、5番の大石は後ろから、結局は南関東勢7番手まで下がりました。どの位置から巻き返してくるか。前で先手は8番の鈴木、中段を取って3番の不破、7番下げてジャン前から巻き返す5番の大石。大石の巻き返しに地元勢がついていけるか。5番の大石が叩きに行き、なんとか食らいついたい小野も離れてしまって、大石が短期で叩き切って先頭に出る。8番の鈴木踏み込んできた3番の不破、先行逃げるは5番の大石も後ろは援護はなく、3番不破それを追走からバックから一気に踏み込んでいった。3番不破が早くもまくり粘る5番の大石、その後ろは車間が空いている。3番の不破、不破が先頭に立ち、後ろを引き離した3番不破、そして5番の大石、3着争い。9番の真船抑え込んでいき、中段を取りに行くが、1番の市橋がさらに踏み込んで先手を取るのは市橋、西日本勢主導権掴んでいく。中段9番真船に寺崎は後方7番手、寺崎はまくりに構えるか。先行勝負1番の市橋、しかし9番の真船が一気に踏み込んで市橋を叩きます。北の両者が抜け出して1番の市橋、寺崎は後方から巻き返してきた。さあ寺崎の巻き返しに2番の沢田が突き切れるか。逃げる9番の真船、真船の先行、7番手からまくっていく7番の寺崎、そのダッシュに沢田は離れてしまって、寺崎はまくり切って今度は1番の市橋、さらには5番の松尾と遠征勢が追い上げていく。7番の寺崎はまくりを決めて後ろを離します。寺崎そのスピードをフルに発揮しました。1番市橋、5番の松尾。3番の吉田を抑えます。先行体制を取った5番の山本、追走6番の大坪、しかしそれを2番の畠が一気に踏み込んで叩きに行き、畠の先行体制、追走9番の岩津、その動きには1番の武田が乗り、それを一気に短期かましてきた8番田中、地元田中春樹は短期で先行勝負を選んだ。その動きに乗って2番の畠、9番岩津、さらには1番武田、先行に出た8番田中、田中の逃げ、2番手2番の畠、そして9番の岩津、1番武田、3番の吉田が中段からまくり発進、それを1番武田が牽制する。逃げる8番田中の行為から番手発進2番の畠、外まくってくる3番、そして9番の岩津が3番吉田を牽制しながら踏み込んで直線コース。畠の行為から9番の岩津、岩津抜け出して続いて1番武田。